間ですので、講義の方はもうこれで始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、定刻になりましたので、第8回目の、計算科学技術特論 B の方を、始めさせていただきます。今日は、大台の方1ということで、東大物政研の、小崎先生より、講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。皆さんこんにちは、東大物政研の尾崎です。今日は大台の方1という、タイトルで第一原理計算における定時スケーリング法の、理論に関して、順番にお話をしていきたいと思っています。2回ほどお話をさせていただく予定ですけれども、今日の第8回はまずその定時スケーリング法の重要性に関してお話をしていきます。その後、計算のオーダーとは何かということに関して、簡単なところからお話をしていきます。また、DFT 計算における大台の方、ここがこの講義の、メインになるわけですけれども、これに関して、詳細にお話をしていきます。で、我々のグループで開発しております大台のクリロフ部分空間法という方法に関して少し詳細なお話をしていきます。その後、第一原理計算への拡張をお話し、今日のお話が終わるわけですが、次回はそれを受けまして、極材規定法に関してまずお話をし、その後、大台の方の超並列化の方法、それから大台の方の応用例に関して順番にお話をしていく予定です。その後、数値厳密な定時スケーリング法、大台の準厳密交換反関数法も、もし次回お時間がありましたらお話をしていきたいと思っています。で、まず我々のそのこういう研究のモチベーションがどこにあるかということですけれども、それは、第一原理計算の計算のその適用限界というものをより大規模なものに拡張したいというところに、モチベーションがあります。で、ここに上にタイトルが書いてありますけれども、工学分野での第一原理計算を目指して、よりその効率的な計算手法を開発していきたいということです。で、通常の第一原理計算、一般関数法に基づく第一原理計算というのは、オーダー N3 乗の計算コストがかかりますので、通常もちろん超並列計算をすれば、システムのサイズを拡張することは可能ですけれども、通常普通に計算をしているオーダーというのは、100原子から数百原子のオーダーであろうと、未だにそのオーダーで、計算をしているわけです。で、もちろんこの、100原子から数百原子のオーダーでは、多くの適用例がもちろんあるわけです。で、マテリアルデザインも試みられておりまして、多くの成功事例もあるわけです。で、しかしよりその実際的なより複雑な系を見た場合には、例えば生態系であったり、鉄鋼材料の問題であったり、それから電池材料のようなものを扱おうと思った場合には、10の3乗、1000原子から100万原子オーダーの系が、本来ならば、そのまま単純化しないで計算をしたいというところに今モチベーションがあります。で、そのような計算を実現するためには、やはりその一つの方法として、そのままのその N3 乗で比例するような方法ではなくて、よりその定時スケーリングな方法を開発して、計算コストを低減して、このような大規模な系の計算をしていきたいというところにモチベーションがございます。で、少し何度も講義で出ているかもしれませんけれども、ムーアの法則、これはあくまで経験則ですけれども、ムーアの法則というものを見ますと、これはトップ500から取ってきた計算機の性能の経時変化を示したものですけれども、計算機の性能というのは、時間に対してほぼ指数関数的にその計算能力というものが向上しているということが、過去50年以上にわたって分かっているわけです。で、今、世界最高で最も速い計算機は30ペタフロップスを超えるところまで来ておりますけれども、もう少しこのムーアの法則というものが今後もし成り立つとすれば、どういうことが予測できるかということを簡単に考察してみます。少し外装をしてみます。このまま直線をまっすぐこう外装をしてみます。で、
2033年、およそ、まあ、20年後ですね、およそ20年後に、まあ、どの程度の性能が出るかというのは、まあ、外装するとすぐに見積もることができまして、大体、まあ、5ゼタフロップス、ゼタというのは10の21乗ですけれども、まあ、この辺までもしムーアの法則が、まあ、過去に今成り立っていたものが将来にわたっても成り立つということであれば、まあ、5ゼタフロップス、ここまで来てしまうということになります。今は、まあ、10ペタのオーダーですから、およそ、10の6乗ですか、10の6乗倍の、まあ、計算性能、計算能力の向上が見込めるわけです。でそこで、まあ、一つの試行実験として20年後に計算できるサイズを、まあ、ちょっと見積もってみようということをしてみたいと思います。で今後ももしそのムーアの法則が成り立ち、並列効率がシステムサイズや計算機の並列度に依存しないと仮定してみます。これは理想的な条件下で、これが理論限界になるわけです。20年後にもしそのムーアの法則が成り立っているとすると、計算の上限値を理論的に見積もることが可能です。計算量はあるそのシステムサイズを特徴づける N というものに対して P 字でスケールするということです。計算能力に関しては指数関数的に増大しておりますから、このように書くことができます。でここでその K のサイズをアルファ倍してみます。 N からアルファ N 倍にしてみます。でそうしますと計算能力の向上比というものが計算量の増大比に等しい、これが限界値、このアルファの限界値を与えるわけです。でそこで簡単な式が書くことができて、計算量の比というものが、計算能力の比に等しくなる。でこういう等式ができますので、ここからこの倍数ですね、アルファというものはこういうアルファイコールエクスポーネンシャル、P 分の A かけるデルタ T と、簡単な式が書けるわけです。で先ほどちょっと1ページ戻りますけれども、このムーアの法則でこの傾きを調べてみると、だいたい14ヶ月で計算能力が2倍になっているということが分かりますので、先ほどこれ出てきたケース A というのは A イコール14分のログの2というふうに書くことができまして、20年後ですから、ここで出てきたデルタ T というのは240ヶ月ということになりますので、ここに A をここに代入してデルタ T に240ヶ月というのを代入してみるわけです。で実際にいろいろな計算手法がありますけれども、この計算手法に対して20年後に計算できるサイズというものを見積もってみたものがこのテーブルです。でカップルドクラスター、シングル、ダブル、それからセレクティッド、選ばれたそのトリプルエキサイテーションの、量子科学で最も精度が高いと考えられている方法は、N の7乗で、スケールするわけです。でそうしますと、20年後に計算できるサイズというのは、10の7乗、これ10の7乗ですけれども、10の7乗の、計算のコストの増大比がありますので、20年後にもしムーアの法則が成り立って、並列効率も 100% であると仮定しても、たかだか計算できるサイズというのは、5.5 倍にしかありません。でここの N の7乗から、順番にその計算のコストが下がっていくわけですけれども、例えばハートリーホック、これハートリーホックを厳密にやると実は N の4乗がかかりますけれども、2連積分のところでトランケーションを入れることによって N の3乗まで落とすことができます。また通常の準局所近似の範囲内での密度半関数計算というのは N の3乗でスケールすることが分かっていますので、10倍の K を扱う場合の計算コスト増大比は、10の3乗で1000倍になると。20年後に計算できるサイズは52倍であるということが、これが理論限界を与えるわけです。でもしそのシステムサイズ N に対して比例するようなオーダー N 法という方法がもし開発できるならば、20年後に計算できるサイズは14万5千倍のサイズが計算できることになりまして、やはり定時のスケーリング、次数の低いその計算手法を開発しない限り、たとえ今後20年間ムーアの法則が続いたとしても、
大規模計算というのはなかなか困難であろうということが、まあ、簡単な考察からわかるわけです。でそういうこともありまして、定時スケーリング法の開発が、まあ、重要だということを申し上げたいと思っております。計算のオーダーという話を今少ししましたけれども、計算のオーダーというのはここにも書きましたけれども、計算の複雑さを特徴づける量は計算の、まあ、オーダーとして知られています。で取り扱う K のサイズを N とした場合に、計算量がこの N に対してどのような依存関係があるのか、これを O 表記を使って、まあ、記述します。で例えば N に対して計算量が3乗で増加する場合にはこういうふうにして書きまして、これはオーダー N 3乗と呼びます。まあ、日本語ではこう呼びます。でこの場合 N のサイズが 2N となった場合、まあ、2倍になった場合に、2の N 乗の3乗ですから、まあ、ここのところが2の3乗ですから8になりまして、計算量は8倍になりますよということが、まあ、この表記からすぐに読み取ることができるわけです。で同じ目的の計算を行う場合には、計算のオーダーが小さい手法が良い手法であると言えると思います。ただし、また付帯条件がつきまして、計算精度が誇示されていることが、まあ、こういう結論付けるためには必要ですけれども、計算精度がもし同じであるとするならば、計算のオーダーが小さい手法の方が良い手法であると言えると思います。でいくつかその簡単な例を示します。まず内積の計算を考えてみます。内積の計算というのは、ベクトルをこういうふうにして順番に要素ごとに掛け算をして足し合わせると。実際にプログラムを書くとこんな一重ループの形になります。で、ここ今、ループの回数は N 回ですから、まあ、これ C ですけれども、i イコール0から N-1 までループが繰り返して回転を回りますから、N 回の掛け算と N 回の加算が行われておりますので、結局のところベクトルの内積計算というのはオーダー N であるということが、まあ、すぐに見て取れるわけです。で今度は、行列ベクトル積の計算です。この場合には、こういうふうにして行列とベクトルを掛け算して、まあ、足し合わせていくわけですから、プログラムを書こうと思ったらあまり効率を考えないで直接書いた場合にはこんな形になると思います。まあ、二重ループの形になっています。でここちょっと小さくて申し訳ありませんけれども、J のループ内の計算、ここですね、ここの計算は内積計算、今1ページ目で議論した内積計算と全く同じですので、この内積計算が N 回繰り返されていると、外側にもう一つループがありますから N 回繰り返されているということが見て取れます。でしたがって内積計算の計算を N 回繰り返しているということですから、N かける N 回の乗算と N かける N 回の加算が行われておりますので、 N かける N ですから N の次乗になりまして、行列ベクトル積の計算はオーダー N 次乗になっているということが、まあ、見て取れます。で最後に行列積の計算を、見てみますけれども、まあ、基本的にはもうほとんど同じような構造になっておりまして、行列ベクトル積の場合には、IJ 要素 A と B という行列を掛け算した IJ 要素というものはここの K ですね。ここの K に対して、まあ、サムを取ると、和を取るという計算をしていきます。で、このそのままプログラムを単純に書くとこういう形に三重ループの形に、I と J と K の形になっておりまして、一番内側のこの K のループは、また内積の計算と同じような計算になっておりますから、ここの計算のオーダーっていうのは N になっている。で、これが二重ループで外側に I と J のループがありますから、N かける N 回繰り返しておりますから、N 次乗かける N 回の乗算と N 次乗かける N 回の加算を行っておりますので、オーダー N 3乗になっているということが、すぐに見て取れる。したがって、行列積計算の計算のオーダーというのは、オーダー N 3乗になっておりますということがわかります。で、一つだけちょっと極端なアルゴリズムの重要性を示す極端な事例を、示します。これは連立一次方程式の解法ですけれども、科学技術計算において連立一次方程式の解法は至る所に現れております。で、計算アルゴリズムによって、極めて大きな計算量の差異が、生じます。
でここで示した例というのは非常に極端な例ですけれども、もしクラメールの方法という方法を使って連立自由方程式を押しておきますと、その計算コストはオーダー N 階乗になることが知られています。一方ガウスの方法と呼ばれている方法を使うと、これはオーダー N 3乗となりまして、同じ問題を解くのにこれほど計算のコストが変わってしまうということが知られています。上記の2つの方法は非常によく知られた手法ですけれども、その計算量の違いは非常に大きなものです。まあ、N が小さいところではそれほど大きなものではありませんけれども、 N が大きくなっていくに従い、その2つの計算コストの差というものは非常に大きなものになります。これは一つ極端な事例ですけれども、アルゴリズムの重要性、アルゴリズム開発というものの重要性を示す一つの例です。で、まあ、そういう計算のコストのお話をした上で、我々が何をしようとしているかということですけれども、我々は、計算コストがオーダー N であるような実反関数理論に基づく第一原電子状態計算というものを開発したいと考えています。今日もその主題でお話をしております。準局所近似である局所密度近似 LDA と呼ばれているものや、一般化勾配近似 GGA に基づく密度反関数理論の計算というもの、計算オーダーというものはオーダー N3 乗となります。構造材料、電池材料、磁石材料などは数十ナノメートルの複合的な組織構造が材料特性を決めており、可能であるならば数千から数十万原子系の第一原理計算を実行することが望ましいと考えます。もちろん本質的なところだけを抜き出してモデルを小さくして、数百原子に収まるような計算というのも非常に賢いやり方だと思いますけれども、本来であるならばもともとの経緯があります。数十万原子系から構成されるような大規模なその複合的な組織構造を持っている場合には、やはり計算コストが軽いのであれば、そういうような現実を反映したような計算をしたいという、考えております。これらの大規模計算を実現するためには、従来のオーダー N3 乗法、オーダー N3 乗の方法を超並列化するか、もしくは計算量が K のサイズに比例するオーダー N 法を使用する場合があります。本講義では後者のこのオーダー N 法に関して議論を行いたいと思います。オーダー N 法に関する創設論文として2つほどご紹介しておきます。1つが1999年にゲーデッカー先生によって書かれたリニアスケーリングエレクティングストラクチャーメソッドと呼ばれている、そういうタイトルの創設と、それから最近ボーラー先生と宮崎先生が書かれました最近の発展を含めた創設が出ておりますので、ご興味のある方はこちらの創設もご覧ください。まず出発点の、我々の理論の出発点ですけれども、我々は密度反関数理論に基づいて第一原理計算を行っております。でその基本的な理論体系というものは、ここの2つに書いてあるものでほとんど終わりなんですけれども、規定状態のエネルギーというものは密度の反関数で記述できる。これが1964年にオーヘンバーグ先生とコン先生が、証明されたものです。ただしその証明には少し穴があったもので、N 表示可能な条件下、密度の N 表示可能な定義下で、証明をやり直したものがレヴィ先生で、それが1979年です。で、N 表示可能条件というものは、密度に対して、静定置性と、それから連続性と、それから電荷、積分をした際の電荷の保存性条件で、これは物理的な要請から、非常に納得いくものですから、少なくとも物理的な要請の下では、密度反関数理論というものは数学的に証明されていると考えられます。でこの、密度反関数理論に基づいて、1965年にコン先生とシャム先生が規定状態の多体問題は、有効ポテンシャルに対する一体問題に帰着されるということを、証明されました。この、理論に関しては今日はお話はしませんけれども、最終的にはこのような一体の
シュレディンガー方程式と、まあ、同型の形に書くことができまして、でここで出てくるこの V エフェクティブというものが、まあ、多体問題を含んだもので、この最後の、エクスチェンジコリレーション、交換相関エネルギーの、まあ、半関数微分が、交換相関の、まあ、ポテンシャルを与えておりまして、この一体問題を解くことによって、多体問題の規定状態が分かると、そういう理論になっております。でこのコンシャム方程式の実際に解く際の数学的構造を、まあ、書いたものがこれですけれども、まあ、3次元の連立非線形偏微分方程式を自己無動着に解く必要があります。でこの、まあ、自己無動着ということですから、ループの構造をとっていて、あるところで計算した値が次の、まあ、入力値になって、そこから出てきた、出力がさらにこう次の入力になるという非常に複雑な構造をとっています。でこんなループ構造をとっていて、これを、密度が収束するまでぐるぐるとこう回転させるということが自己無動着計算と呼ばれているものです。で局所密度近似 LDA や一般化勾配近似 GGA の場合における、まあ、計算オーダーをそれぞれ、まあ、示しました。でこの見積もりは実は規定関数というものが極在しているという前提が実は入っているんですけれども、その前提の下で計算オーダーを見積もったものがこれで、マトリックスを作るところがオーダー N、 それから、固有値問題を解くところがオーダー N3 乗、それから密度を計算するところがオーダー N1 乗、それからハートリーポテンシャルを、密度から、ポアソン方程式を解くことによって計算するところがオーダー N ログ N となっておりまして、まあ、こんな風になっておりますので、最も計算オーダーが大きい部分というものはこの固有値問題の、解放のところになります。で K のサイズが大きくなるにつれて、計算オーダーというものはこの次数が最も大きいところに最終的には行き着きまして、ここに前進していくということになっています。でしたがって計算コストを低減させるためには、この部分を基本的にはオーダー N 化することが非常に重要になっています。一つオーダー N 法のお話に入る前に、一次の縮約密度行列 N の関数というものを、先ほどは半関数と言いましたけれども、ここでは関数というものを考えてみたいと思います。で電子密度 ρ は一次の縮約密度行列 N から座地式、このように計算されます。で実際にこの密度半関数の形というのは、実は、このローというよりはこの N という縮約密度行列の方で書き直すことが可能です。これローと N の、まあ、今関数半関数の形になってますけれども、ここに N 縮約密度行列が入ってきまして、で外部ポテンシャルとの相互作用のところに、まあ、密度が入ってきます。それから電子と電子の古典的な空論相互作用のところに密度が出てきます。それから交換相関エネルギーのところに密度が入ってくるわけですが、まあ、これもともとこの密度と、一次の縮約密度行列の間にこのような、等式がありますので、このローの部分を実はこの式で全部置き換えることができて、このトータルエネルギー全 K の全エネルギーというものは、まあ、ローの半関数というよりはこの一次の縮約密度行列 N の関数として見た方が実は簡単です。でもし規定関数 π というものが実空間において極在しているならば、全エネルギーの計算に必要な N、 一次の縮約密度行列が、これ行列ですから、この行列の必要な要素数というのものは実はオーダー N になるということが分かっています。でしたがって、密度行列 N の必要な要素のみが計算可能であれば、計算オーダーを低減させることが、まあ、できるということがこの簡単な考察からわかります。もともとの密度半関数のを少し見方を変えて、一次の縮約密度行列 N の関数として見直すということが一つ、計算コストを低減させる一つのアイデアです。で、実際にオーダー N 法、まあ、特に密度半関数理論に基づくオーダー N 法の開発というものは、1990年の初頭から非常に活発に行われておりますけれども、いろいろな計算書が開発された中で、その分類をしてみます と、主に2つに、まあ、計算手法、オーダー N の計算手法というものは分けることが可能です。で
先ほども言いましたけれども、密度反関数の通常の表示形式は密度とコンシャム軌道です。でもしその近似を導入することなしに変数変換を導入することで密度行列もしくはワニア関数を用いた表示形にもし変換できるならば少し見方が変わりまして計算コストが低減できるという道筋ができます。実際に過去に開発された方法というのはそういう道筋を通っておりまして、一つは通常の表示を密度行列を使って、先ほど1ページ前で説明をいたしましたけれども密度行列を使って書き換えるというものとワニア関数を使って書き換えるという方法があります。このような書き換えを行うところまでに関しては実は近似は入っていきません。全く近似は入っておりません。ただしここから少し近似が入りますけれども、この密度行列とワニア関数のというものには実空間において極材性があるというそういう物理的な性質を持っております。この極材性を使うことによって計算オーダーを低減させる道筋ができるというわけです。でまず定義をもう一つ確認しておきたいんですけれども、ワニア関数と密度行列の定義はここに書きました。ワニア関数というものはブロッホ関数負債のユニタリー変換から得られます。もともとのこれがブロッホ関数でそれを、ユニタリー変換します。この標識というのは実はバンドギャップを有する場合に有効な標識ですけれども、こういう形でユニタリー変換、基本的にはユニタリー変換だけで得られますから、ユニタリー変換というのはベクトル空間での回転のみに対応しておりますので、基本的にはその同じサブスペースの中でこう回転をしているだけなので、張っている空間自体は全く変わりませんので、実質的には何も変わっていないんです。何も変わっていませんがこうユニタリ変換をします。でもう一つは密度行列というものはブロッホ関数負債の密度演算子の遮影から得られます。で最終的な標識はこういう形で書くことができまして、資料の方実はこのプライムが一つ抜けてたんですけれども、ちょっと付け足していただくと助かりますが、後ろの方のこの R のところにプライムが抜けておりました。これをちょっと付け足していただけませんか。この、こういう形で書くことができて、これが NIIRN というのが密度行列、それから KIIKJ というのがこれが極材規定ですね、規定関数です。でこういう形で書き換えることができまして、密度行列自身は実は R と R プライムの足を持っているので、実空間におけるその2点間の連続関数になっています。ただしそれを構成するもともとのこの Nij というのは実は離散的な量で、これはそれぞれの規定関数にこう I と J というものに割り当てられた離散的な行列になっておりまして、この定義は、この NIJRN というものは、こんな風にして、部分空間ですね、このオキパイドスペース、電子が詰まったところでこう順番に下からこう足し上げることによって、計算されるものです。でここで出てくる積分はブリルアンゾーン、第一ブリルアンゾーンの積分で、このサムミュー OCC と書いてあるものは各状態で、一番下からオキパイドスペース、電子が詰まったところまでこう順番に積分してくるものです。で、これちょっとまた見方が変わるんですけれども、こっちは連続的な関数で、こっちは実は離散量なんですね。だから計算で実は、取り扱いやすいものはこの離散量の NIJRN とこういう足がついたものを取り扱うべきで、こちらが分かってしまうとあとは芋づる式に、この計算をすれば実空間での密度行列 NRR' というものが分かるということになっています。でなぜこんな変換をしなければならないのかということですが、実は、こういう変換をすると極材性を、見つけることができます。これはワニア関数の局所性を示したもので、左側がギャップのある形です。鉛チタン酸ですか、この、酸素の 2PX のワニア関数を計算をいたしまして、これ0というのはワニアセンターですね。ワニアセンターから実際にそのワニア関数をプロットしたものです。
ただし縦軸はログプロットになっておりまして、これは指数間ほぼ直線ですから指数関数減衰しているということを示しています。で右側は、金属アルミの場合のワニア関数を計算したもので、この場合にはそのまま直線でこう下がっていくわけではなくて、べき減衰するということが、まあ、いろいろな計算から分かっています。で、もう一回まとめますと、半導体および絶縁体においてはワニア関数は指数関数減衰し、金属ではべき減衰すると。一次元系に対しては数学的に詳細な解析というものが行われています。で、一般の場合には実は完全な厳密な証明というのはどうもないようなんですけれども、いくつかその条件付きの数学的な証明というものが与えられておりまして、詳細はこの論文に書かれています。で、我々が、まあ、数学的な証明が厳密でないわけですけれども、さまざまなその第一元計算を行って、実際にそのワニア関数を計算してみると、確かにギャップのある系に関しては指数関数減衰していますし、メタルの場合にはべき減衰しているようだということは、まあ、経験的には確からしいということを知っているわけです。で、そこで、この極材性を利用してあるところにこのカットオフを入れて内側だけ計算します。外側は、これはもう無視してしまって計算はしないということをいたします。そういうトランケーションでカットオフを入れることによって、実は計算コストがオーダー N になるということが分かっています。で、もう一つワニア関数の他に、密度行列というものを使って、密度半関数の全エネルギーを書き換えることができますよということを言いましたけれども、密度行列の場合にも同じようにして局所性が見出されております。で、上側が有限ギャップ系の場合で、これはログプロットではないので、まあ、はっきりはよく分かりませんけれども、ギャップのある系に対しては指数関数減衰するということが分かっておりますし、金属の場合には、絶対温度0ケルビンの場合にはべき減衰する。で、温度を少し上げてフェルミの分布関数でこう上に、もともとは詰まっていない上の状態に電子をこうフェルミ分布関数で詰めてあげると指数関数減衰するということが分かっております。で、この t イコール0でのべき減衰というのは、実はフェルミ分布関数のこの折れ曲がったところですね、ステップ関数の折れ曲がり の、 そのシンギュラリティから来ておりまして、少しでも温度を上げるとその折れ曲がりのところが滑らかになるので、そのステップのシンギュラリティがなくなってべき減衰の項が消えて、で次のリーディングオーダーが指数関数減衰となっておりますので、それが見えてくるということになっています。有限温度では、今言った通りに、まあ、金属においても指数関数減衰をするということです。で、まあ、この減衰特性に対する数学的な議論というのは過去実は50年以上されておりますけれども、いまだにその厳密な意味での証明というのはどうもないようです。タイトバインディングモデルの範囲内でいくつかモデルを作って、でその範囲内で証明はされておりますけれども、第一原理計算において完全にこの言及が正しいのかどうかということに対しては、いまだに議論が続いているところだと思います。ただし経験的にはいろんな計算を行ってみると、確かにこのような減衰特性というものが分かっておりまして、先ほどのワニア関数の場合と全く同じようにして、あるところにカットオフを入れて、内側だけを計算して、外側をめぐると。それ以上のある距離以上では計算をしないということをします。で、そういうことをすると、実は計算のコストがワニア関数の場合と全く同じようにしてオーダー N になるということが分かっています。で、今、ワニア関数の表示系とそれから密度行列を使った表示系がありますよというお話をしましたが、この表示系で、まあ、トータルエネルギー全エネルギーを書き換えておきまして、で今度は実際それぞれの系に対してそれを求めないといけないわけです。ワニア関数もしくは密度行列を求めないといけないわけですが、その求める方法として、2つほどありまして、まあ、変分法もしくは接動法、まあ、2つあるわけです。で、求めるべきその変数として2つあって、方法として
変分法もしくは接動法ということですから、単純な 2×2 の組み合わせで、まあ、少なくとも4種類の方法論というのが、この方考え方からは出てくるわけです。で、過去20数年の間に開発された方法というものは、実はこの4つのカテゴリーにほぼ分類することができまして、ワニア関数を変分パラメーターとして、変分法を使って計算したものがオービタルミニマイゼーション法と呼ばれているもので、まあ、ガリ先生やバリネロ先生や、スペインのオルドジャン先生や三層系の土田先生なども、まあ、この開発をされている方法です。で、その他ワニア関数とそれから、接動法、それから密度行列を、変分法で求めるもの、それから密度行列を、接動法で求めるもの、まあ、4つほど考えることができるわけです。で、私が今日特にお話をしたいのは、最後のこの密度行列を接動法で求める方法に関して特に詳細にお話をしたいと思っております。で、大台の方の、まあ、DFT コードの開発状況に関しても少しご紹介しておきます。いろいろな有名なコードがありますけれども、コンクエスト、これは仏大機構のグループ と、ロンドンのグループが開発を進めているものです。それからスペインのグループがシエッサというコードを開発しております。それからイギリスのグループがワンテップというコードを開発しております。我々のグループでは OpenMX というプログラムコードを開発しております。それから三層圏のグループでは Femtech というプログラムコードを開発しております。それから、半大、今はちょっと東大の方に移られましたけれども、半大の赤井先生のグループでは赤い KKR というスクリーンド KKR に基づいた大台の方の開発を進められております。で、どこにその我々のその接動法に基づいた方法のアイデアがあるかということですが、そのアイデア自身は、極めて単純なところからスタートしていきます。電子の、まあ、禁止性というものに基づいております。で、その時の過程ですけれども、各原子の電子状態は、化学的環境をもたらす周辺領域の原子配置によって大部分は決定されているという、まあ、通常、まあ、物理学者や化学者が持っている、まあ、直感ですね。それぞれの原子のそのローカルの電子状態というものは、まあ、周りのその数原子層の、原子配置によって、原子配置はその原子種ですね、原子の種類によって決まっているんだというところが、まあ、出発点になります。で、このような非常にインテューティブ、直感に基づいた方法なんですけれども、実はこのアイデアというものは後ほど説明するように数学的にも正当化することが可能です。で、そういうアイデアからスタートして、ここ赤が中心原子ですけれども、この赤中心原子に対してディバイドというプロセスは、周りのこの数原子をこう切り出してきます。切り出してきて、こうクラスターを作っていきます。で、クラスターを作って、それぞれのクラスターに対して、まあ、基本的には個別に計算をしていきます。で、個別に計算をしていった後に、最後にこの中心の原子の情報をだけをこう抜き出してきて、それをコンカーという、まあ、まとめ上げるプロセスで全体像をもう一回再構築するという、まあ、アイデアになっております。で、このアイデアというのは、もともとは、ヤン先生が1991年にディバイダンドコンカー法と呼ばれている方法で議論されておりまして、ここで、まあ、もう1ページ戻りますけれども、戻ったこのそれぞれ切り出してきたクラスターを個別にそのまま、対角化してしまえばよいというアイデアで、それが、まあ、ディバイダンドコンカー、分割統治法と呼ばれている方法です。で、実際にこの計算を絶縁体半導体および金属に対して行ってみまして、縦軸が、全エネルギーの絶対誤差です。で、横軸がクラスターを切り出してきた際のクラスターの中の原子の数です。で、原子の数をどんどん増やしていくと、トータルエネルギー、全エネルギーの誤差がギャップのある件に関してはほぼ指数関数的にこう減衰していくということが見て取れます。で、一方金属の場合には、ギャップのある系ほど単純ではありませんで、
原子の数をこう増やしていったとしても、絶対誤差というものはなかなかこう収束せずにこう振動しているという振る舞いが実際の計算から見て取れます。でそこで一つ問題があるんですけれども、まあ、金属系に対しては収束に対して非常に大きなクラスターサイズを必要とするというのも実は分割統治法の一つの問題点で、直接的な分割統治法の適用は金属に対しては少し困難であろうと、まあ、考えております。でそこでクリロフ部分空間法に基づくオーダーへの方のお話をしたいんですけれども、この方法というはいくつか階層があるんですが、今日お話しするのはまずタイトバインディングモデルの範疇で議論できるようなランチョス変換に基づく方法から順番にお話をしていきます。でその後これを第一原理計算に拡張しないといけないんですが、この拡張する際に規定関数の重なり積分というものを明示的に考慮しないと、このクリロフ部分空間に基づく ODIE の方を第一原理計算に拡張することができません。でその拡張の方法として2つほどご紹介いたします。1つが Two-Sided Block Lanczos 変換、と呼ばれている方法で、この方法に基づく方法と、もう1つはアーノルディ変換に基づく方法をご紹介いたします。で簡単なところからちょっとお話をスタートしていきます。量子力学に固有における固有値問題というものは、量子力学で第一原理計算をやっている方はもうすでによくご存知だと思いますけれども、シュレディンガー方程式の解を求める際に、まず通常は規定関数、何らかの規定関数でこのシュレディンガー方程式の波動関数を展開するわけです。我々の問題の場合にはコンシャム軌道になりますけれども、その規定関数で、解くべきこのプサイという関数を展開します。線形結合で展開をいたします。でこれを、こことここに代入をしまして、この求めるべきエネルギーですね、エネルギーの標識を書き直してみるとこんな形に書けるわけです。でこれを最小化するように、変分原理を使ってこの係数 C を決めてあげます。ここで書いたイプシロンを変分を取ってイコールゼロと、やるわけです。でそうするとこんなような固有値問題が出てきまして、これは、ハミルトニアンとそれから重なり積分行列を持った、一般化固有値問題の形になっておりまして、ハミルトニアンと、重なり積分行列はここに書いてありますけれども、こういう積分の形で、実際に数値計算から求められるわけです。でここで、一般固有値問題が確かに出てくるということがわかるわけです。でもう少しだけちょっと復習ですけれども、ここで出てきたハミルトニアンというものは、エルミート、演算子がエルミートですからエルミート行列になります。エルミート行列の固有値問題を少しだけ復習しておきます。2つの固有値イプシロン1イプシロン2に属する固有ベクトルを、ここちょっと間違ってますね、 C イプシロン i イプシロン j ですね、すいませんこれちょっと間違ってます、直してもらえますかね。1が i で2が j ですね。でこの時に、それぞれで、こういう値問題が成り立っておりますので、こう書けるわけです。で少しブラケットの標識を、取らせていただいて、こういうふうにして書き直すことができます。で1の左辺から、ブラの cj を作用させてちょっと書き直してみますと、こうなります。で2の複素強弱、これですね、この2の複素強弱を取り転置しますと、こうなります。で4式が出てきます。で4の右辺からケットベクトルの CI を作用させるとこういうふうになる。で5式と3式が出てきましたので、5式から3式を引き算しますとこういう式がすぐに出てくるわけです。でもし I と J がイコールである場合には、この式よく見ていただく と、ここのところは0ではありませんので、これでノルムですから0ではありませんので、左側が0ですから結局のところイプシロン i スターマイナスイプシロン i がイコールでないといけないということですから、つまりイプシロン固有値というものは実数であるということがすぐに分かるわけです。で i と j が同じでない場合にはここは0ではありませんので、今度はこの内積
の部分が0でならないといけませんので、異なる固有値に属する固有ベクトルは直交するということがすぐに分かるわけです。で、固有値問題の話を今しておりますけれども、少しイメージをつかむために、図解をしたものがこれで、行列をベクトルにかけるとは何をしているのかということですが、C から HC、 この C に対して H という行列を掛け算した場合には、 C は H によって回転とそれから身長、伸び縮みということを受けております。で、こういう見方をいたしますと、図解をして見方をすると、固有値問題というものは H を掛け算しても回転しない行列、ベクトルですね、ベクトルを探すことに対応しています。また固有値というのはそういう回転しないもので、その際のその身長の度合いを実は示しておりまして、そういうふうになるそのベクトルを探してくればよいと、そういう図解ができるわけです。少しちょっとブラケット表示を少しだけちょっと導入させていただきますけれども、固有値問題の解を用いて、行列、このハミルトニアン H というものを実はこういう形で書くことができます。もし解が分かっていたら、固有値と固有ベクトルですね、固有ベクトルを介して、ケットベクトルとブラベクトルをこういう形で書けばよいと。で、これは実は行列になるんですけれども、このようにして書くことができます。で、単位行列は、ここで求められた固有ベクトルを使って、この場合にはイプシロンが抜け落ちるんですけれども、こういう形で書き表すことができます。で、この2式を1式のここに代入しています。で、そうすると左辺というものは確かにここのところには直交性が成り立っておりますので、確かにこの右辺が出てくるということが分かりますので、行列というものはこういう、ブラケット表示を使って書き換えることができるということがすぐに分かるわけです。で、固有値問題と少しグリーン関数の関係に関してもおさらいをしておきたいんですけれども、グリーン関数は自式で定義されます。Zi-H に対してあるものを掛け算したら、それが高等演算子、この場合には行列を扱ってますから高等行列になりますけれども、こういう関係を満たす、行列ですね、行列、あるその変数 Z に対する行列を求める問題になっています。 H の固有値と固有ベクトルを用いてグリーン関数というものは自式で書くことができます。これは結局のところ、ここの Zi-H の逆行列を求める問題ですから、この逆行列というのは実はこういうブラケット表示でこう書くことができます。で、少し確認をしたいんですけれども、この2式の形を1式のここに代入してみてください。代入してみまして、で、実際に代入してこう全部書き直してみます。書き直してみて、これ括弧を取ってこう掛け算順番にしていきますと、最終的にここまで来てしまいます。これ非常に簡単な計算ですから各自やっていただきたいんですけれども、こういう最終的に、I の高等行列の定義にまで戻ってきまして、確かに、こういうブラケット表示でグリーン関数は書けますよということが、分かります。で、そういうことを前提に、少し計算の方法を考えてみたいんですけれども、まずべき情報というものを、ご説明いたします。で、ランダムベクトル V0 に行列 H を繰り返し掛け算していくと収束解が得られるだろうかという、疑問が生じます。何かそのランダムのベクトルに対して繰り返し繰り返しこうある行列、我々今ハミルトニアン行列ですけれども、ハミルトニアン行列をこう繰り返し繰り返し掛け算していくとどこに収束するんでしょうかという、そういう疑問が生じます。で、少し考察をするとこの解がすぐに分かりますが、初期ベクトル V0 はこれ今ランダムですから固有ベクトルの線形結合で書けます。固有ベクトルの線形結合でこう書き表すことができます。で、これを、順番にこう N 回掛け算しています。 N 回この V0 に対して順番に掛け算しています。ハミルトニアンのところを先ほどのブラケット表示を使って書き直すとこうなって、それが N 回掛け算するということですが、ここに N 乗がつきます。で、少しよく考えていただくと、この N 回掛け算しますから順番に掛け算すると、この固有ベクトルの
比較直行性の関係を使うと最終的にここに至ります。ここ N が結局ここにしか残らないんです。この固有値の N 乗のところだけにこう残ってきます。でここまで来たら、実際にこちらに掛け算してみてください。掛け算するとまた同じようにしてこの C と CK と CI の間には比較直行性がありますので、同じ時だけ残ってそれ以外は全部ゼロとして消えてしまいますので最終的にこういう式になります。で今 N ここに入ってますが N が十分に大きいならばこのイプシロン i の N 乗というのは結局イプシロン i の絶対値が大きいものだけが、まあ、リーディングタームになるわけです。これサムですが結局大きいものがどんどん大きくなっていってそこがリーディングタームとなって小さいものはどんどん、まあ、見えなくなるということですから最終的には、結局固有値の絶対値が大きいこのイプシロンゼロの成分だけが生き残るということが、まあ、簡単な計算からすぐに分かるわけです。でこれが液乗法と呼ばれている方法です。でただしこの考察を、見ていただくと分かるように、もしもその絶対値最大の固有値の近くに別の固有値があると収束が遅くなります。これサムを取ってますから結局同じようなところに他の固有値がもしあるとその2つが拮抗しますからなかなか収束しないということもこの考察から分かるわけです。もし1つだけ、まあ、非常に絶対値が大きい固有値が1つだけあるような場合にはこの方法は非常に早くその絶対値最大の固有値と固有ベクトルに収束していきます。でそこで少し液乗法に工夫を加えた方法がランチョス法と呼ばれている方法で液乗法というのは絶対値最大の固有値付近に他の固有値が存在する場合収束が遅くなると。でこのような場合に対して探索空間としてこれまでに得られた部分空間に対する直行ベクトルを選ぶことでランチョス法は速やかに収束解を与えます。どういうことかというと今は液乗法の場合には絶対値が最大のものだけが特別扱いされている。そこだけがこう増幅されていくわけです。で今度は、収束したところに対してその絶対値最大の固有ベクトル固有値絶対値最大の固有値を持った固有ベクトルのところに収束しつつそれに対して直行したベクトルだけをこう抜き出してくると次のステップでは抜き出してくるということをしますから、絶対値が最大のものだけではなくてそれに追随する次に大きなものその次に大きなものも、どんどん収束していくということになっています。そのアイデアですけれども行列を三重対角化しその三重対角行列の問題を解きましょうというものがランチョス法のアイデアです。あるそのハミルトニアンに対してジュニタリー変換をして行列を三重対角化するということです。でこの時このユニタリー行列 U ですここに現れる U をどうやって見つけるのだろうかということを提案したのがランチョス先生で、1950年代にそのような提案をされて50年前後ですかね提案をされています。でランチョス法の導出ですけれども、先ほどのユニタリー変換左側が三重対角行列 H は元の行列それをユニタリー変換します。でそれを明示的に書き下してみます。全部こう明示的に書き下してみます。明示的に書き下してでこれをさらに各レスごとにもう完全に明示的にこう書き下してしまいます。でこの方程式系というのは一般に un と un- が分かっていると un プラス1が分かる形に実は書き換えることができます。この一番最後の行に書いてあるものに着目していただきたいんですがこれを un プラス1のものに、イコールで書き直すとこういうふうにして簡単に書き換えることができてこれは三交換の関係になっておりまして n-1 と n が分かると n プラス1が分かるという三交換の全化式のような形になっていることがこの形から分かります。これを使って実はこの u を芋づる式に全化式を使って計算することができまして
U0 初期値ですね、初期値が与えられると、初期ベクトルが与えられると全化式を解くことで UN が計算できると。これをアルゴリズムとして書くと、次のようになります。まず初期値、初期ベクトルを与えて、その初期ベクトルに対してハミルトニアンを作用させる。で、作用させた後にその、まあ、UN に対する、最初は U0 ですけれども、 UN もしくは N に対して、まあ、これは実はオンサイトのエネルギーに対応しますけれども、それを計算して、で次に先ほどの式に戻って UN プラス1の行列を求めます。ただし規格化が必要なので、規格化条件が入って少し補正が入ると。でこのプロセスを繰り返し計算することによって、任意のエルミート行列を三重対角行列に変換するユニタリー行列というものを見つけることが可能です。それがランチョス法です。で、この手続きで計算した UN プラス1が部分空間 U0 から UN に直行していることは、簡単に数学的機能法を用いて証明することができます。ランチョス法の手続きから、UN プラス1かけるベータ N プラス1イコールホニャララという三交換関係になっておりますので、これがランチョス法の手続きです。でまず N が0の場合に U0 の内積を取ると、これは初期ベクトルとして今規格化してますから1になります。でまた U1 は U0 に直行していることが、これ今やりませんけれども、明示的に計算すると直行していることがすぐに分かります。でこの時 N までは正規直行形であると仮定しています。でこの1式の左側から UK をかけて、これ K は0から N までですけれども、掛け算をして明示的に計算をしていくと、ここのところは実は消えまして、ここが αn、 ここが1になるので αn-αn で0になるということが分かりますから、 K イコール N プラス1の場合には、結局のところこうなるということが分かって、これでも証明が終わりなんですけれども、ゆえに UN プラス1は部分空間 U0 から UN までの部分空間に対して直行しているということが、機能法を使って証明できるわけです。したがってランチョス法によって正規直行形、これをクリロフ部分空間と呼ぶんですけれども、クリロフ部分空間を作り出すことが可能であることが分かります。このようにしてランチョス変換で三重対角行列が求められた後に、非常に有用なグリーン関数との関係が知られています。ランチョス変換によって得られた三重対角行列を用いてグリーン関数の標識というのを、実は非常に面白い形で書くことができます。ここでその HTD というのは、こういう三重対角行列で、それに対する逆行列を求めてみます。で実際やってみます と、逆行列の今00成分、この隅っこですね、逆行列のその左隅ですね、左隅のところの成分だけを狙い撃ちして計算しています。それは、最初の方でお話をしましたが、これはクラメールの公式を実は使うことができまして、クラメールの公式を使って行列式と D1 と呼ばれている、1行1列、今は0というインデックスを取っているので0行0列と言った方がいいかもしれませんが、0行0列の成分を抜き出した後の行列に対する行列式の比として、00要素の、グリーン関数を求めることができます。で実際にこれを評価したいんですが、これ結局ディターミナント、行列式ですから、こういう形で書かれまして、でさらに三重対角されている場合には、非常に単純な形にラプラス変換展開というものを、ラプラス展開ということをしますと、こういう全化式の形で書き出すことができます。最終的にこの DN、 ここで出てくる D1、1もそうなんですけれども、こういう全化式の形で書き換えることができます。この全化式の形を使って、まずこの D に対してこれをまず代入しています。それは D0 ですね、最初代入しています。でその後に分母分子を D1 で割り算します。割り算するとこうなります。でその後に今度は D1 をこの全化式を使ってもう一回書き換えるとここになります。でこのプロセスというのは実は無限に続けることができまして、最終的にはこのような連分数の形でグリーン関数の00成分が与えられるということが
分かります。でグリーン関数が求まると、まあ、どういう物理量が得られるかということですけれども、一番簡単にはこのグリーン関数の虚数部を計算してみれば、その物理的な意味がすぐに一つ得られます。グリーン関数は、一番簡単なグリーン関数はこの一つだけポール構造、ポール構造というよりは固有値ですか、固有値を持ったもののグリーン関数はこう書けますけれども、その時の虚数部は、片方は Z、もう片方は Z のスターで、それを引き算してその後に 2i で割り算すれば虚数部だけを取り出すことができます。実際に順番に計算をしていくと、虚数部はこういう形で書くことができます。でこの虚数部をプロットしますと、こういうあのローレンツ型の関数で得られます。で実はこのイプシロンというものを限りなくゼロに近づけていくと、これローレンツ型で、最終的にはデルタ関数に前進していきます。で実際にこの、こういう形をちょっと積分をしてみます。積分をマイナス無限大から無限大でこの e に対して積分をしてみます。でそうするとこの積分値というのはマイナス π になることが分かりますので、その、まあ、結果としてこういう関係式が得られます。イプシロンをゼロに持っていって、それをマイナス π で割ったイマジナリーパート、グリーン関数のイマジナリーパートというのは実はデルタ関数になりますということで、これは結局のところグリーン関数の対角項の虚部は状態密度を与えますということが、まあ、この計算から分かるわけです。でそこで、このランチョス法に基づいてもし計算を行おうと思った場合には、こんなアルゴリズムが、作ることができます。まずある原子サイト i を初期ベクトルとします。でランチョス変換を行い、ハミルトニアンの行列を三重対角化します。で繰り返しステップ NL でランチョスステップを打ち切ります。でグリーン関数の連分数表示を用いて、原子 i の、局所状態密度を計算する。でステップ1に戻り、次の原子サイトに対して同一のプロセスを繰り返すと、こういうあの計算アルゴリズムを作ることができます。で実際にこの計算をしてみますと、計算のオーダーがどの程度になるかということを見積もったものが次で、もしハミルトニアンが密行列でランチョスステップが原子数に比例していると、そういう条件下では実は計算のオーダーというものはオーダー N4 乗になることが分かります。でハミルトニアンが素行列でランチョスステップが原子数に比例していると、まあ、そういう条件下で計算をしますと、計算のオーダーはオーダー N3 乗になります。ハミルトニアンが素行列でランチョステップが原子の数には依存せずに定数であるという条件下ではオーダー N2 乗にまで落ちてきます。でさらに各原子ごとにランチョプロセスの飛び移り領域、そのハミルトニアンの飛び移り領域というものに制限を加えると、実は計算のオーダーがオーダー N まで落ちてきます。で実際にランチョ法に基づく何らかの電子状態計算を行おうとした場合には、まあ、いろいろな条件下で計算をすると思いますけれども、オーダー N4 をもし開発しようと思った場合にはこういう過程が入ってきます。各原子ごとにランチョスプロセスの飛び移る領域を制限すると、そうしますと計算のコストがオーダー N まで落ちてきます。一つこのランチョス法を使った、まあ、解析的な例を紹介いたします。これは K ホールドのベーテ公式の例で、ここで図で書いてあるものは3ホールドベーテ公式で、あるところから見てこう3つにこうブランチングしているようなベーテ公式形です。で一般のその K ホールドのベーテ公式の場合に、オンサイトのエネルギーがイプシロンで、最近接ホッピング積分が H であると、まあ、そういうニアレストネイバーのモデルを考えまして、あるサイトからスタートすると N 番目のランチョスベクトルは、こんな風にして書くことができます。ランチョス規定表示の行列要素は、オンサイトのエネルギーが実はイプシロンになって、飛び移り積分というものが、こういう風になります。したがって先ほどの連分数を使って書き換えますと、グリーン関数というのはこういう形で書き換えることができます。
でさらによくここを見ていただきたいんですけれども、ここから以降は実はここ全く同型をしています。 K-1 それからここずっとイプシロンで全く同じ形式をとっているので、実はこれは入れ子の構造になっておりまして、この入れ子の構造に着目すると、この連分数の標識というものは最終的には非常にコンパクトな解析形で書くことができます。こういう形になって K ホールドのレーテ更新のグリーン関数というものは非常にコンパクトな、こういう形で書けるということが分かっています。でこのランチョスステッププロセスというものなんですが、実はそのプロセスというのはある物理的な過程に対応させることが可能です。ランチョスベクトルの発展は電子のホッピング過程として実は理解することができます。で下記の例、ここで示した例は正方向子におけるベクトルの発展過程です。正方向子のあるサイトからスタートします。それを L0 として、まず1回目のランチョスプロセスで隣接にこう飛び移ります。で5回ほどホッピングしていくと、第5隣接のところまでこう順番にこうホッピングしていきます。で結局どういうことかというと、周辺環境に対するその電子状態に与える情報というものは近接のサイトから順番に含まれていきます。でこれが実は重要で、その結果として重要なところから順番に入れていきますから、精度を保ちながら部分空間の次元が低減されるという、こういう物理的な背景があります。でもう少しちょっと数学的な話をしたいんですけれども、クリロフ部分空間という話をしてましたけれども、クリロフ部分空間の定義ですが、その定義を今ちょっと与えます。クリロフ部分空間というのは、あるベクトル U0 に対して行列をこう繰り返し繰り返し掛け算して生成されたベクトルで全てで貼られる、部分空間のことです。これがクリロフ部分空間の定義です。でこのようにしてクリロフ部分空間を作った場合に、この9時のところですね、9回だけハミルトニアンを掛け算したところまでで、どういうその部分空間が作られているかということを少し考察しています。でこのベクトルを使ってハミルトニアンを、構築し直しています。これで挟むわけです。で挟みますと最終的にこれミューという形がここに出てきます。ミューというのは実はモーメントと呼ばれているもので、これはハミルトニアンを、P 字のモーメントというのは P 回掛け算したことによって得られるものです。こういう形をとっていて、結局9時までとった場合には9+9+1になってますから、29+1時までのモーメントがこのハミルトニアンの行列要素の中には実は含まれています。で一方で、この条件下 Z 分のイプシロンが1よりも小さいという条件下で、グリーン関数というものは実はモーメントで表示可能であることが分かっています。で具体的に書くとこういう形で書き表すことができまして、これは非常に良い数学的な一対一関係を見出すことができるんですが、 9時のモーメントまで取ってこのハミルトニアンを作り、それを対角化したものは29+1までのモーメントの情報を含んでいると言いました。で同じことが実はグリーン関数にも同じ関係が見出されまして、これ結局 P が0から順番に入れてきますから、ここで同じようにして29+1時までのモーメントを含んで、そこまで含んでこうターミネーション打ち切りを行うと、そこから得られたグリーン関数の精度というものは実はこのクリロフ部分空間で求めたものと全く同じになっているということが分かります。でつまりクリロフ部分空間の次元というものは、グリーン関数の精度に1対1に対応しているということが、この考察から見て取れまして、したがって局所電子構造というものは周辺の電子構造でほぼ決まるという、その科学的な直感というものが数学的にも正当化されているということが、分かってくるわけです。非常にその直感からスタートしておりますけれども、その直感というのは実は正当化できるということがこの考察から、分かります。でここから今、重なり積分が入った場合ですね、これが第一原理計算へ拡張するための非常に大きなステップなんですけれども、
第一原理計算に拡張するためには一般化固有値問題、この重なり積分 S というものが入ったものを、解かなければなりません。この拡張というのは実はそう簡単ではないんですが、本講義では2つの方法を、紹介いたします。1つは2サイリッドブロックランチャス変換と呼ばれているものに基づいた方法で、もう1つはアーノルディ変換に基づいた方法です。2サイリッドブロックランチャス変換に基づく方法ですが、先ほどと同じようにしてグリーン関数の定義の式から始まります。でこの定義の式にここに S が入っているところが、タイトバインディングモデルとは違うところです。でこの S を外にこのファクタードアウト、外に出してしまいます。ここから外に出しましたから、こちら側には S のインバースがかからなければ元に戻ることができません。でこういうふうにして変形をしておいて、この S インバース×H を H プライム、それから G かける S を GL と書き直してこう式を少し簡単化しておきます。でこの出てきたこの式の H プライムに対して、2サイリッドランチャス変換というものを行います。で見てお分かりのようにこれ H に対して S のインバースを左側からかけておりますから、もはやエルミート行列ではなくて、ここで出てきたこの H プライムというものは非エルミート行列になっています。このような場合には、三重対角行列化するためには左側からと右側から、ランチャス変換を同時に行う必要があります。そうしないと三重対角化することができません。でさらに左側からと右側からのベクトルを相直行化するということでしたの、非常に数学的な手続きが必要で、相直行規定というものを導入して左側から右側からの、2サイリッドランチャス変換というものを行います。で相対規定関数というものはこういうふうにして定義されまして、もともとの規定関数に対して重なり積分の逆行列を掛け算してこう差を取ったようなものが実は、相対規定関数の定義になります。でこの相対規定関数は数学的にこのような、相直行性と呼ばれているあの数学的関係を持っておりまして、この相対規定と元の規定の間で、高等関係式というものはこういうあの2つがこうミックスしたような形で入ってくるわけです。でこの方法によって非エルミート化したこの H プライムに対して三重対角化をして、でその後にグリーン関数を先ほどと同じようなアイデアで、計算します。ただしここではちょっとブロック化ということをしておりまして、これはなぜかというと各原子ごとに規定関数が1つではなくて複数載っている一般的な状況を考えておりまして、その場合にはブロック化することが必要になります。その際には連分数の形ではなくてこのような入れ子の逆行列形式というものが現れてきます。これがブロック対角要素です。それからもう1つ第一原理計算に持っていくための必要なこととして、実はブロック対角要素だけではなくてブロック非対角要素というものも実は必要になってきます。それは規定関数が重なりを持っているためにその要素も実は必要になってくるということで、ブロック対角要素以外にもこの非対角要素も同様にこの連分数ではなくて全化式の形で書き表せます。密度行列は自式のように先ほどと同様の形で書き表すことができまして、本来の規定表示への変換というものは逆変換からこのような逆変換から得られるということになっています。もう一つの方法はアーノルディ変換に基づく方法で、ハミルトニアンのブロック三重対角性を保持するのではなくてフリロフ部分空間ベクトルの重なり積分のに対するこの S 直行性というものだけを保持する方法です。でグリーン関数のモーメント表示をもう一度ちょっと見直したいんですけれども、重なり積分付きの場合のモーメント表示というものはこう表すことができて、この場合のこのモーメントというのは実はこういう補正がかかった形になっています。 S のインバース H を P 乗してその後に S のインバースをかけるという形になっておりますので、クリロフ部分空間を
生成させるためには実はここの補正が必要になります。 S のインバースがまた必要になって、そこで、クリロフ部分空間を、生成させるためにはこの S インバース H というものを順番に掛け算していくことが必要です。で実際、まあ、アルゴリズム その核となっている部分はこの掛け算の部分だけです。それからもう一つ、あの数値的な安定性を、増すためにここに直交化過程というものが入りまして、これが、まあ、一般的なアーノルディ変換と呼ばれているものですけれども、アーノルディ変換をすることになります。ただし、ハミルトニアンのブロック三重対角性というものは、このアーノルディ変換では保つことができません。でもう一つ、もう少しだけちょっと補足ですが、アーノルディ変換に基づく方法では数値不安定性を向上させるためにアーノルディ変換によるクリロフ部分空間ベクトルの生成は第一 SCF ステップだけで行います。これは例えば構造最適化や分子動力学計算を行う際には、前のその収束したチャージデンシティを使って非常に良い初期のハミルトニアンの初期値というものを推定することができますので、まあ、このようなことをしても大きなその精度のロスというものはありません。直交性を高精度で保持するために対角化によるその直交変換というものを実は行うことが重要です。でこの、対角化による直交変換を行うことによって直交性を非常に高精度に保持することが可能です。それから各原子ごとに、重なり積分とハミルトニアンの実空間領域の打ち切りを導入することで、先ほど少しご説明しましたが、計算のオーダーがオーダー N になるということになっています。で実際のところどういう問題を解いているかということですけれども、クリロフ部分空間に表示を取っているんですが、それを実は埋め込まれたクラスターの問題を解いているということを、そういう見方をすることもできます。クリロフ部分空間表示においては、表示を変えると標準固有値問題になります。この S が消えてこういう標準固有値問題になります。でここの HK というものがクリロフサブスペースのベクトルで、まあ、書き直された、まあ、ハミルトニアンで、それを明示的に書くとこういうふうにして書くことができまして、この成分は実は2つの成分を持っています。最初のものがこのショートレンジ、非常にその今着目している原子の非常に近く、まあ、近接した領域の寄与と、それから少し離れたところ、このロングレンジの寄与の2つの寄与に実は分けることが可能です。この実は埋め込まれたクラスターを解いておりまして、その真空の中にこのクラスターが浮いているわけではございません。その埋め込まれたクラスターというものは、他からの空論相互作用を受けております。それから共通の化学ポテンシャルを課すことで電荷の移動が許されておりまして、まあ、メタルでもこういう方法にしないと使えないということになっております。でアルゴリズムですけれども、有限クラスターをまず構築し、クリロフ部分空間ベクトルを生成し、埋め込みクラスター問題を解くと。で共通の化学ポテンシャルを決定しまして、一旦決定できたところで全電荷密度を生成します。全系に対するポアソン方程式を解放を行い、SCF が収束するまでこの3に戻ってこうループが回ると、そういうアルゴリズムになっております。で SCF の収束性を比較したものですけれども、このアーノルディ法に基づく方法という方法ものは SCF 計算においても非常にロバストです。それが赤ですけれども非常にロバストです。リカージョン法、今このトゥーサイディトゥランチョス法に基づく方法というものは実は数値不安定性を抱えておりまして、この数値不安定性が SCF のそのループの、カップリングを起こしてしまって非常に収束させることが非常に難しいということが分かっています。では、青の方ですけれども、この青のトゥーサイディトゥリカージョンの方はまあ、ラウンディングオフ、数値的なラウンディングオフエラーの影響を非常に受けやすいということも分かっています。で今ちょっとこちらの方が収束がアーノルディ法の方が収束が非常によろしいということですから、こちらに着目してもう少しだけお話をいたします。でこの方法の、計
計算の精度と計算の効率というものは、クラスターのサイズ、切り出してきたクラスターのサイズとクリロフ部分空間の次元で制御することが可能です。これは一つ例ですけれども、BCC リチウムの場合で、縦軸が全エネルギーの絶対誤差です。で、横軸がクリロフ部分空間の次元です。それからここで3つほど数が113、259、537とありますが、これは、クラスターの中に含まれている原子の数で、原子の数が大きくなるとだんだん絶対誤差が小さくなるということが分かりますし、クリロフサブスペースの次元が非常に小さなところでも収束していると、あるそのクラスターサイズに対する収束限界まで収束するということが見て取れます。この、まあ、この、まあ、収束特性からクリロフ部分空間法を使うと、次元、収束に必要な次元が下がって計算のコストが非常に小さくなるということがここから見て取れるわけです。これは次に示したものは、さまざまな経緯でどういう収束特性を持っているかということを実際に計算した事例ですけれども、一番左側が半導体と絶縁体の場合、真ん中が金属の場合、右側が分子系の場合で、実際のところは収束特性はそれほど単純ではないということが見て取れると思います。ただしクラスターのサイズとして、収束に必要なものとして、としては、大体その全次元ですね、クラスターのサイズで決まる全次元に対して、大体 30% 程度で、収束しているということが見て取れるのではないかと思います。これは一つディバイド&コンカー法とのちょっと比較を持ってきたんですが、左側がメタルですね、で合金、それから半導体、絶縁体、分子、だんだん左側から右側に行くにつれてコバレンシ、化学結合が非常に強くなって極材性が大きくなるものをこう左側から並べてるんですけれども、その際に、絶対誤差がだいたいミリハートリアキラシ、1原子あたり 0.001 ハートリの精度を出すのにどれくらいのクラスターサイズが必要かということを示したものがこれです。ここ数字が2つほどありますけれども、この最初の55というものがこの緑の領域の原子の数です。それから2番目の194というものがこの黄色の領域の原子の数で、メタルの場合にはこのクラスターのサイズが大きいということが見て取れると思います。右側に行けば行くほどだんだんミリハートリアキュラシーを達成するためのクラスターのサイズは小さくても良いということが分かると思います。で、下側のものは何かということですが、その時の計算の時間です、ね、経過時間で、右側からいきますと、右側はこの2つの方法というものは実はあまり計算のコストも変わりません。で、左側に行くとメタリシティが大きくなりますけれども、その際にはクリロフ部分空間に基づく方法の方が早くなると、そういう傾向がございます。計算時間の比較を実際にこれベンチマークを取ったものですけれども、各原子に割り当てられたクラスターのサイズは、K のサイズにはこの場合には依存しておりません。したがって計算オーダーは厳密にオーダー N となっておりまして、実際にタイミングリザルトを見てみますと、これですけれども、青いもの、ほぼリニアに計算時間が増えているということが分かります。それから一般のその30体、計算コストがその N の3乗で比例するものが、この K スペースと書かれているものですが、それはこういうふうにして、原子数が増えていくと、計算時間がほぼ3乗で増えていくわけですが、あるところでクロッシングが起こりまして、これ以降の原子数では大台の方が高速になるということがこの図から見て取れます。で、2つ例を示しますけれども、これはアルミの表面上に端子されたカーボンナノチューブを大台の方で計算した事例です。で、これ右側に書いてあるのはチャージのプロファイルで、大台の方と通常の対角化法の比較をしたものですが、
まあ、電荷分布に対し、まあ、通常の対角化法と大台の方は、まあ、よく一致していることが見て取れると思います。それから他に、まあ、見て取れるところは、まあ、アルミの表面からカーボンナノチューブ側に、まあ、電子の今移動が起こっていて、ここに電子二重層が形成されていることが見て取れるのではないかと思います。でこの、まあ、電気二重層の形成によって、この表面の深さ方向に対して、まあ、振動が生じています。クリーゼル振動的な振る舞いが見られておりますので、まあ、このような計算を行う場合には確かにこの非常に大規模な計算で、深さ方向にも十分な厚さを考慮しなければならないということが、まあ、見て取れるわけです。それからこれはあのマリケンもしくはスピン電荷の比較をしたものですけれども、こちらが大台の方、こちらが通常の対角化法で、電荷およびスピンともに、まあ、通常の対角化法と大台の方は、まあ、ほぼあの物理的には議論をする上では満足する一致が得られているのではないかと考えております。それからこれは構造最適化の精度検証を行ったものですけれども、まあ、大台のクリロフ部分空間法で計算される全エネルギーの一次微分というものは実は近似的なものでありまして、厳密には全エネルギーの微分とはなっておりません。近似一次微分で構造最適化可能かどうか検証した、事例です。でこの K は、ベンチマークとして62炭素原子、それから2つのボロン原子からなるダイヤモンド光子を、まあ、ベンチマークの例として選びまして、2つのボロン原子は再隣接原子として置換型で導入されたものです。で横軸が、構造最適化の際のステップで、縦軸が、コースの最大値ですね、コースの最大値を示したもので、10のマイナス4乗ハートリーパーボーアの、まあ、精度を出そうと思った場合には、まあ、かなりシビアにやらないといけない。でだんだんその、精度を落としていくんですけれども、これはクラスターの中の原子の数を順番に変えていったんですけれども、最も小さいものが159、最も大きいものが525原子含んだ場合なんですけれども、やはりその小さなクラスターの場合には、ある程度でその収束が止まってしまって、これ以上は放出の絶対値が下がらない。で少しずつそのクラスターのサイズを大きくすることによって、まあ、ほぼあの実用的には、まあ、この辺ですかね、この辺まで収束するということが分かります。でここら辺でまあ収束したとみなして、それぞれ の, その出てきた構造を比較したものが次なんですけれども、先ほどと同じ系ですけれども、これが参照系、通常の対角化法で、これを比較してみますと、実用上はこの3番目ですね、この3番目、381原子を含んだ場合ですけれども、まあ、この程度で、まあ、ほぼその通常の対角化法と比較して満足するべき、まあ、すべきですかね、なんて言ったらいいか分かりませんが、ほぼあの物理的な議論をする上では、まあ、十分なんではないかと思われる精度が達成されるということです。でただしこの K は64原子しか含んでおりませんので、実は計算の時間としては通常の対角化の方が少し早いと、 1MD ステップあたりこちらが1890秒で、通常の対角化法は1421秒ですから、このサイズでは大台の方を使うメリットはあまりありませんが、数百原子程度になってくる と,、その差はかなりこちらの方が有利になるのではないかと考えられます。それから、これは固有エネルギーと波動関数の計算をした事例ですけれども、大台の方、通常の大台の方のというのはなかなかその固有エネルギーと波動関数を計算することが難しいです。そのトータルエネルギーおよびそれからチャージデンシティだけが計算できて、固有エネルギーと波動関数自体は直接その計算からは得られ得ないという、まあ、状況になっておりますので、まあ、一つの方法として、最初にその大台の方を用いて CF 計算を実施しておくと、でその後に大台の方で得られた電荷密度を利用し、ワンショット一度だけその対角計算を行うという方法をここでは示しております。でこれは、グアニンとシトシンからなる、まあ、DNA の二重差の計算をしたものなんですけれども、右側が通常の対角化法と
ここで今説明した方法を使って計算した比較です。で、状態密度の比較から実用上はこのような2段階の方法でもほぼ十分な精度を持っているのではないかと判断されます。最後になりましたけども、また例をします。密度反関数理論に基づく第一原理電子状態計算の計算オーダーは通常オーダー N3 乗です。より現実を反映したシミュレーションを実現するためには数千原子以上からなる複雑で大規模な系の取り扱いが必要であると考えております。そのようなシミュレーションを実現する手法として計算コストが系のサイズに比例したオーダー N 法がございます。でこの最初の講義ではクリロフ部分空間法に基づくオーダー N 法に関して紹介し、さらに第一原理計算への拡張を議論いたしました。以上になります。はい、どうもありがとうございました。